はい、どうも、カッパ園長です。じゃあね、この動画では、この、どうでしょう、ご覧というのはあなたは、このドラマとかよく見られますかね、ネトフリとか、新聞記者の話は一回どっかでお届けしたことあったと思うんだけどな。なんかさ、ね、事実を元にしたどころか、全然もう作り物で嘘つき放題のとんでもないなんか作品だったみたいな。あとこの許可取ってないとかさ、そういう話をしたと思うんですけど、で、その続きですかね。このドラマのこの新聞記者のこの主演女優、まあ、米倉涼子さんでしたっけ。実はその前なんかこの小泉今日子さんでね、なんか話が進んでいたところ、直前になって小泉今日子さんがね、やっぱこんなんじゃ私受けられないっつって断って、自ら降板していたっていう事実が発覚したんですけども、その理由ですよね。うん。で、まあ、この主演女優に用意されたこの破格のギャラにね、飛びついちゃったのが米倉さん。ね、うん、実際ね、このなんか話の前後っていうか、ね、どうなのかなっていうのをこのね、細かく確かめて、見た上で、いや、これはダメだと、うん、っていう判断を下したのが小泉今日子さんっていうね。はは、米倉さんやっちゃいましたね。たとえ嘘でもね、うん、なんか7000万っていうギャラが用意されてたとかって言われてるんですけども、ね、7000万を取った。ね、嘘でも何でもね、どうでもいいと。うん、私は金だと、みたいな。そんな風に言われてますけどもね。ちょっと見ていきましょうかね。これが本当だったら、だいぶなんかこのイメージね、ダウンですよね。うん、むしろさ、まあこれは独断、まあ僕の個人的な偏見ですけど、むしろなんかそういう方向にこの傾きそうなのが小泉さんの方がさ、ね、なんかこの反日的な発言とか構造とか目立ってたじゃないですか、この人。うん、むしろ小泉さんの方がなんかね、うん、そっち側に転ぶのかな、金取るのかなと思いきや、うん、そこはやっぱり女優としてのね、この自分の、自ら自分のこのね、なんか名前と顔に傷つけるようなことは、ね、いくら金積まれようがそんなことはできねえみたいな、まあ要はそういうことですよね。うん、まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。米倉涼子さん、痛恨判断ミス、ネトフリ新聞記者、破格ギャラ主演に飛びつき経歴にケチがっていう。で、森友学園めぐる財務省の公文書改ざん事件を題材にした新聞記者、1月13日に配信がスタートするや、海外でもランキング上位に食い込むなど評判は上々だが、事実改ざんや当事者の了承を得ていなかったため、小泉今日子さんが降板していたことが明らかになるなど騒動になっていると。で、確かなんかこのね、モデルになった、磯子さんも何のコメントもせず、なんかバックれてる最中でしたっけ、なんか言いましたっけね、この人。で、発売中の週刊文春によると、亡くなった官僚の、奥さん、この赤木雅子さんでしたっけ、役に抜擢された小泉さんが、遺族の許可なく撮影が進んでいることを問題視、制作側との打ち合わせの際に赤木氏の許可について再三確認したが、しまいには完全なフィクションなんだからいいじゃないですか、と、開き直られたため、小泉さんは台本も読み込んでいて撮影準備も万全だったにもかかわらず直前に降板したっていうんですよね。なんか随分真っ当な、なんかごくごく当然の常識的な判断ですね、小泉さんはね。で、小泉さんの判断は常識的と言えるが、主演の米倉涼子さんはそこまで考えが及ばなかったようだと。あちゃーですね、確かにね。うん、大手事務所にいたら危ない案件は断っていたはず。大手事務所じゃないんだ、米倉さんは。ドクター X 以降の新境地開拓と7000万とも言われている破格のギャラに飛びついたとももっぱらの噂。ドキュメンタリー撮るには当事者の了承、細部に至るまで確認を取るのが常識。当事者が現存で、まあ、実際に、ね、磯子さんと、赤木さんですもんね。で、当事者の了承、細部に至るまで確認、ね、今まさに係争中だというのに許可も得ずいきなり配信とは、モラルの欠落が甚だしいと。非常識と業界内では批判の声がしきりに上がっていると。で、大手事務所にいたらこんな危ない案件は断っていたはず。ネットフリックスは制作段階から担当者が加わり、原作を大きく手こ入れするので言われるがままだったのが透けて見えると。映画版は日本アカデミー賞最優秀作品賞など3冠に輝いているだけに、米倉も新境地を見出せると思ったはずだが、同志社女子大学教授の影山氏は、米倉さんはフリーになったんだ、仕事への意欲と焦りが裏目に出てしまった、改めてマネジメントの大切さを痛感したのでは、とはいえフィクションなら何をやってもいいと思っている制作側が大問題、すぐに個人が想像がつくものはフィクションではありません
米倉さんの経歴にケチがついた格好にっていう、そういうお話ですかね。なるほどね。そっか、米倉さんはフリーの、女優さんだったんですね。でもほら CM ガンガン出てるじゃないですか。楽天モバイルでしたっけ。あの辺で満足することはできなかったんですかね。もっともっとみたいな、なんかこう莫大な借金抱えてたりとか、まあ、そんな話は聞いたことないですけども、なんですかね。まあなんかあれかな法則っていうとちょっとあれか。まあそうね。だから政治的に偏った言動をしてる人がさ、ね、危険を感じるほどやばい案件だったっていう、そういうことですかね。まあただこれね、実際のこの政治家、まあ反日特定野党界隈だけですけどもね、大絶賛してましたよね。なんでこれ映画版でもさ、ね、この主役のこの望月さん役をさ、誰だっけ、蒼井優さんともう一人二人いたような気がしたんですけど、なんか何人か名前が挙がったけど、みんな断られてたみたいじゃないですか。だからなんかよくわかんないこのね、とある半島のあの国の人を使ったんでしょ。まあだから結局大手事務所だったら、まあなんかその界隈もさ、ね、あの半島系多いとかって言われますけども、それでもやっぱりこの考えて、あの止めるわけでしょ。だからそういうのが効かなかったっていうことなんですかね、米倉さんの場合はね、フリーだったから。だってそもそもが我々からすればさ、真実をね、事実をありのままに報道すべきジャーナリストがさ、ね、フィクションで世論操作ですから要はその片棒担いじゃったってことですよね。でもどうなんだろうね、こんなんで女優生命終わってたりとかするのかな作品の中の話じゃなくて、実際のやり取りの中でね、確かこの奥さんがね、この磯子さんね、この望月さんと話して不信感を抱いたみたいな、なんかそういうコメントを発してたりしたのあったと思うんですけどもね、なんかそういうとこからもね、なんか分かりそうなもんなんですけどもね。ただね、この記事の内容としてはさ、米倉涼子さんの経歴にケチがついたとは言ってるけど、そもそもの原因となったこの制作サイド、こっちについてはほぼね、言及なしですよね。この辺がちょっと不自然ですよね。まあ、なんだろう、大手事務所にいたならば、みたいな言い訳が書かれてましたけど、そもそもはさ、ね、望月さん、ね、望月磯子さんが関わっている、森友映画のドラマ版っていう時点で、ちょっとまともなね、神経というか感覚の持ち主だったら、すぐ分かりそうなもんですけどもね。ね、改ざん事件を扱った作品が改ざんということでしょ。まあこの反日パヨク界隈の墓穴ブーメランプリはさすがですかね。もう伝統芸ですよね。ただし今回の記事のソースは、はい、現代でした。以上、解散。